ヒトエグサは、アオサモツナヒビミドロモク、ヒトエグサかヒトエグサ属の海藻の一種。食用とされるアオサ、アオノリの多くは本種であり、食品として広く活用されている海藻である。日本では、本州の太平洋沿岸から、九州、南西諸島に、日本国外では、朝鮮半島、中国南部に分布する。冬季から初夏に、長官帯の岩上に生育する。 長さ4から10センチメートルの養生の緑草。植物体が一層の細胞からなり、このため一重層という和名がついている。ヒトエグサは、同族よりも薄く柔らかく、形状はほぼ円形で、成長するに従って放射状に裂けたり、シワができる。青さの味噌汁として提供されているヒトエグサの、味噌汁商品作物として、海苔の佃煮やふりかけの原料などに利用される。 生の状態や乾燥食品として流通するものは、味噌汁やお吸い物など汁物の実としたり、卵焼きに混ぜたり、海藻サラダの具にしたりと、様々な家庭料理に活用される。沖縄県ではアーサと呼び、アーサ汁や天ぷらなどの材料とされる。日本における生産量が第一位の都道府県は、三重県であり、全生産量の6から7割を占める。マトヤワン、アゴワン 伊勢湾、五箇所湾などが主な産地である。特に全生産量の約3割を占めるマトヤ湾や五湾を擁する島市では、島市アオサプロジェクトを立ち上げ、ヒトエグサをモチーフにしたアオサというゆるキャラも登場している。上述のようにヒトエグサはアオサの仲間と混同されることがあるが、アオサとヒトエグサは分類学上目単位で分けられており、アオサの仲間の多くは、 細胞の層が二層であり、人グサの手触りが、ヌルヌルと滑っている点などで区別ができる。また、生活感も異なっており、人グサを含むヒビミドロ目は、配偶体と胞子体の大きさや形状が明瞭に異なるのに対し、青さを含む青さ目はそれらの違いがはっきりしない、同型世代交代である。ありがとうございます。